と走行感がまあ非常にこうラグジュアリーね。あ、すごく上品だねっていうことをですね直感的に感じさせるような味付けになっている。ねえ、本当にあの味付けっていうことを考えたらサマータイヤ履かせた方が絶対的に得なんですよ。はい、皆さんこんにちは、自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日はですね、甲斐アルプスの滞在期、そして内外装と使い勝手編に続きまして走行編をお届けしていくスバルのレヴォーグレイバックです。もうね、やっぱりあのレヴォーグから始まったといえばアイサイト X だと思います。でアイサイト X 非常にですね使い勝手のいい機能ですので、こちらを帰りの高速道路でチェックしていきたいと思います。皆さん今日もぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自分で施工でこの効果、シラさん50。さあそれではですね行きたいと思います。今回ですね、あの星野リゾートさんの全面協力によりまして、あの甲斐アルプスというですね、あのラグジュアリーな星野ブランドの中でも温泉をテーマにした甲斐というですねブランドがあるんですけれども、そのホテルをこう体験してさらにドライブをさせていただくというですね貴重な経験をさせていただいております。やっぱりね長野まで来たからせっかくなのでねワインディングも走っていきたいなと思います。まずこのレイバックなんですけれども、まあ、レヴォーグレイバックっていうねレヴォーグっていう名前がついているので、レヴォーグの派生車種、レヴォーグはステーションワゴンタイプなんですけれども、このレイバックはですね SUV タイプの車になります。なので、まあ、実際にヒップポイントも高いですし、まあ、派生車種のセオリーとして非常に装備が豪華っていうのがあると思うんですね。で、まあ、このレイバックは、まあ、今までですねそのスバルの車ってラグジュアリーな車を求める層に訴求する車が一つもなかったから、これを木に作りたいということでですね土の匂いのしない車を作りたいということでこのレイバックが出てきたということがまず大前提ねあるんですけれども、なので本当に装備が豪華です。あと走行感がまあ非常にこうラグジュアリーね、ここもですねガツガツしたような感じではなくて静粛性がまあ非常に高く、まあ、非常にですね乗っていて上質感を感じるようなドライブフィールにしましたよというのがですね商品の大前提の特徴となっています。なのでこう走っていて、まあ、一番最初に感じるのはやはりですね、まあ、遮音材吸音材の追加などによる、まあ、ボディのその静粛性ですね。ここは本当に静かなので今結構ね道の荒れた山道を走っています。まあ、あの長野の中でも我々が訪ねたこの安曇野近辺のところはですねやはりお今ねあの路面がかなり割れたとこ通りましたけれども、この辺はですねあの豪雪地帯なので雪の影響を路面が受けていますよね。であの路面の欠けとか割れとかそういうものがですね本当に頻発していますし、でまたですねこの辺冬はですねあのスキー場になるエリアなので大型のね車もたくさん通りますということもあって、まあ、路面はアンジュレーションもあり、またその融雪剤とか除雪剤とかの都合で結構荒れてたりもするんですけれども、こういうところを走っていても、まあ、非常に静粛性は高いなというふうに思いました。実はですねこのタイヤあの内外装と使い勝手で見ていただきたいんですけれども、実はねオールシーズンタイヤを履いています。でオールシーズンでこんな静粛性が高く、またちょっと当たりの柔らかいね走りのフィールを出しているっていうのがやっぱりねすごいなと思うんですけれども、スバルってねこの硬柔らかいみたいな感じの足の味付けの付け方がすごい上手なんですよね。であのちゃんと腰があるんだけれどもちょっとこう締まったような感じがあるんだけれども、さらにこうちょっとこう減衰もあるみたいな感じで、こうカーブの時に突っ張ったような感じはないのに、しっかりとこう曲がっていた時にちょっとロールも感じるみたいな感じのですね、あの相反する2つの要素を上手にですねあのつけている、まあそういう味付けがすごく上手なんですけれども、実はこのレイバックなんですが、まあ贅沢装備がいろいろと入っている割に実は車両重量が1600キロぐらいに抑えられているので、まあ非常にボディ自体が軽いですよね。なのでロールのつけ方っていうところに軽薄さが、まあ、ともすれば出てしまうんですけれども、こういうところがしっかりと接地感とそれから軽やかさ、まあ、ボディの軽さっていうのをこう上手に両立してこうしっかりと沈み込むような接地感ロール感もあるのにもかかわらず、こう路面からの入力をすごくいなしているというですね、あのすごくいい味付けになっています。走りやすいというか、あのパッとこう乗った時にあ
すごく上品だねっていうことをですね、直感的に感じさせるような味付けになっている。ねえ、本当に味付けっていうことを考えたらサマータイヤ履かせた方が絶対的に得なんですよ。で、今オールシーズンすごく良くなってますけれども、とはいえ性能の尖りをですね、オールシーズンなので、雪の季節にも持ってこなければいけないっていうねこともありますので、マルチなタイヤっていうのが作りにくいですよね。なのでサマータイヤ履かせた方がラグジュアリーな味を出せるのに、それをですねやっぱりオールシーズン履かせてきたということは、やっぱりお客様のね顔を見ているのかなと。スタッドレスをわざわざ履かなくても行動範囲の広い車ですよっていうことを訴求したかったのかなっていうね、スバルの良心みたいなことを感じさせるんですが、さらに言うならばオールシーズンタイヤをですね履かせてなおこの味付けが出ているのであれば、オールシーズンでいいんじゃない、しかも便利じゃんっていうことをですね感じさせる、ね、すごくいい味付けになってると思います。さっきからねピー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 言ってますけれども、これはねアイサイト X ですよね。で、今カメラがですねアイサイトなので、もともと人間の目のようにカメラが2つからスタートした機能がアイサイト、スバルのね、予防安全技術と先進安全運転支援技術が、ハイブリッドされた機能のことをアイサイトって言ってますけれども、このアイサイト今カメラが3つになってます。なのでさらにですね認識性が高くなって、非常に信頼性の高い機能になっていて、また5人も少ない機能ではあるんですけれども、今ですね実はですねちょっと誤認識しております。真ん中にセンターラインがないんですが、真ん中が割れてるんですよ。真ん中にセンターラインみたいにちょうど亀裂がずっと入っているっていうね、アスファルトの道を通っていて、それをセンターラインだと誤認識をしていて、さっきからピーピー言っているので、さっきから私がセンターラインを割ってるわけじゃないよっていうのだけで言い訳として言っておきます。なのでちょっとピーピー言うかもしれないんですけれども、これはちょっと真ん中の、その道路の真ん中に亀裂が入っているよということなのでご安心ください。アイサイト X の話はこの後ですね、高速道路に行って帰りの渋滞というか、もう高速道路で試していきたいなというふうに思うので、動画の後半にお届けしますけれども、このワインディング性能としてはまず本当に静粛性が高く、ハンドリングがすごく上品というのが一つです。もう一つやはりですね、この 1.8 リッターの水平対向エンジンっていうのが、非常にパワフルというところも、やっぱりさすがね、その辺はスバルだなと、水平対向エンジンだなっていう感じがするんですけれども、山走っていても、今回ねインプレッションは下り坂でしてますけれども、坂道上がっていく時にもすんごい楽ちんで、あんまりドライバーが一生懸命ねアクセルペダルを踏んだりとかブレーキ踏んだりとか、ペダル操作を一生懸命しなくても、トルクがあるのでスイスイと進んでいける、ね、これって直接的なドライバーの疲労の軽減につながっていると思うので、すごくいい部分だと思います。スペックとしては 177PS の 300Nm というですね、結構ねこのサイズの車にしてはですねしっかりとしたトルクが出ますので、ここもね、そのさっきも申し上げた 1610kg だったかなっていう車重と合わせて、かなりですねがっしりとした、どっしりとしたですね腰のある加速っていうのが、密度のね高い加速っていうのが楽しめるので、マクロになったとてパワー不足っていうのは感じるのはないだろうなと。そう、なんかねみっちりしてるんですよ、その加速が、その車両の軽さ、それから 1.8 リッターっていう結構ね大きなサイズのエンジン、全部総合力としてトルクというか、そのエンジンのパワーみたいなね、加速のパワーっていうところにですねつなげているので、この車ものすごいまだまだ余力がありそうだなっていうところをですねすごくしっかりと感じています。ただこれ多分ね佐渡の時にも言ったんですけど、個人的にはもう少しハンドルがクイックな方が、このパワーをですねもっと楽しめるかなと思っていて、そう思い出してきたんですけど、ちょっとですねこのステアのフィールが優しいんですよね。で、特に切り始めからの反応がもう少し早い方がキュンキュンっていう感じでですね味わえるのかなと。ここはもしかしたらそのレボーグレイバックっていうね SUV の性格をちょっと優しめにつけたのかなと思うところでもあってたりもするんですけど、っていう推測はできるんですけれども、個人的にはもう少しステアの反応がいい方が、このボディサイズとパワーの感じ、トルクの感じと合ってるのかなっていうところも思ったりもします。ここはですねぜひ試乗の時にお試しいただけたらなと思います。さあというわけでですね、高速道路を入ってきました。ちょっと今日は1日撮影もして、それからね朝すごい撮影が早かったので、ぜひですねもう一回言いますけれども、甲斐アルプス編をご覧いただきたいんですが、その疲れた時に、皆さんもそうだと思うんですけれども、レジャーでね疲れた後にこそこの運転支援っていうのは使いたいんじゃないかなと思いますので、行きたいと思います。アイサイト X です。はい、めちゃくちゃ簡単です。
もうオンになりました。このステアリングの中に入っているこのボタンで操作ができるんですけれども、の親指がちょうどね当たるところに車のマークの周りにねこうなんかの波紋みたいなマークがあるっていうね、それを押せばスタンバイになって、そのセットっていうねトグルスイッチをですねこう押し上げると今走っている速度でセットされ、でその速度の上限をそのレバーで上げていけるっていうものなんですけれども、今高速のパーキングからですねトラックがニュルッと出てきた感じで、そこでもですねめちゃくちゃ速度綺麗に合わせました。アイサイトはかなりですね早い段階で、一般車に導入されて市販車にね導入されてきましたので、そのデータの累積も相まって、非常に信頼できる技術になっているというのがやっぱり大きな商品的な魅力になっているかなと思います。でまさにこのレボーグレイバック の藤井隆さんとね音羽さんと2人でこう出演されている、かなりこのアイサイト X を押し出した CM になってますけれども、CM ではねキャッチーな感じで、自動ブレーキね止まったっていうのを言われてますが、そのアイサイト X の技術の、真髄はやはり高速での、追従ね、このドイツ車線内での追従にあるかなっていうふうに思います。なぜこんなに精度が高いのかというと、先ほども言いましたけれどもカメラが三眼になったということ、あとですね実は高精度地図データというのを持っておりまして、実はこのアイサイト X の中にはですね2つの地図を持っています。で1つはナビを表示するための地図で、もう一つは、このアイサイトを運営するための地図なんですね。アイサイト X を運営するための地図なんですね。順天頂衛星っていうねちっちゃい衛星があるんですけれども、そこからデータを取っている地図データなんですよね。でその衛星と交信することによって車線のどこを走ってるかっていうところまでをこうセンサリングというか、コントロールができるわけですよ。でなのでこの今私はですね恵比寿のスバルをね本社にナビを合わせてますけれども、それを合わせて走行していると、例えばですねこの今緩やかなね左カーブを通過してますけれども、カーブの手前とかで勝手に車が減速してくれるんですね。この地図のデータでカーブをしていくっていうことを予測し、さらに GPS でどこで走ってるかっていうのをセンサリングして、自社がちゃんと真ん中を走れるように車をコントロールしてくれるっていう機能が搭載しています。だからものすごいストレスなく、例えば右行ったり左行ったりとかね、その自動運転とかでよくありがちなんですけれども、自分が思うところ車線の中を走れないということがない、あとカーブの手前でも例えば時速90キロ時速100キロに合わせていて、カーブの手前でも躊躇なくスーンって入っていかれてめっちゃ怖くなって自分でブレーキ踏んじゃうみたいなこともないわけです。だから、リラックスして車の方向を車に委ねられる機能になっているかなと。現状前のトラックにくっついて法定速度内で、操作をしていますが、手は添えている状態で、アクセルとブレーキは全く踏んでいないと。私はちょっと軽くかかとだけつけて浮かせてスタンバイをしているんですけれども、こういう状況で本当にね全然寄っていかない、どっちにも。左側に怖さもないですし、右側の、例えば追い越し車線側のこう視覚的な圧っていうのもないです。前の車がどいたりとかして再加速、例えば80キロぐらいからですね、前の車がどいてまた再加速をしなければいけないっていう状況になった時の速度の回復だったりとか、同一車線内ですね、追い越し車線から車が戻ってきた時とか、こういう時にですね加減速がめちゃくちゃ滑らかなんですよね。これ未だにわーっていなくなった瞬間にわーってこうね制限速度というか、設定速度のギリギリまで、上げていく車もあれば、突然前が入ってきたからといってこうドライバーがびっくりしちゃうぐらいギューって止まっちゃう車とかもある中で、このレイバックはやっぱりすごくその辺がジェントルというか、使っててあれもしかして私よりブレーキうまいっていうぐらいすごくねしっとりとスッとこうね最初は弱く最後の方にギュッと効くように上手にブレーキの動力をコントロールしてくれる、もしくはアクセルもバッて開けるんじゃなくてだんだんこうドライバーが怖くないようにゆっくりと開けてってくれるっていうね、フェザータッチのコントロールをしてくれるので、ここもあんまりですね運転支援技術に慣れていない人が使ってもわー怖いって思わせないっていうところも一つ機能としてですね使ってみたいなと思わせるポイントかなというふうにも思いました。この機能がついてることによって
ちょっと多少ね疲れてても、まあ、車が守ってくれるっていう安心感にもなりますし、また車にね自分が頼りすぎてるなと思ったら早めに休憩取ったりとか、そういうね予防策とかにも使えるかなっていうふうにも思いますし、まあ、とにかくこのねアイサイト X という機能は、まあ、の数ある自動車 の運転支援技術の中でもかなりトップクラスに入る使い勝手の良さですので、ぜひですねこちらもなかなかディーラー市場では体験できないかもしれないんですけれども、ぜひね積極的に使っていただきたいなと思います。あとやっぱりこの運転支援技術とその走行性能の基本的な、そのマッチングの良さっていうのもですね、やはりそのアイサイト X っていうのは今ねスバルの大きな商品のセールスポイントにもなってますので、やはりその運転領域がアイサイト X にもちゃんと落とし込まれてるんじゃないかなと思うぐらいですね、ハンドルの感じとかエンジンの燃焼の感じとかがねどっちかに合わせ込めてなくて、なんか変な感じのこうギャップがあるみたいなこともないので、ここもメカ的にですねすごくこう乗っててナチュラル感を感じる部分でもあるので、まあ、ここもさすがそういうところの領域もご覧になってるのかなっていう感じがしました。はい、というわけでですね、非常に使いやすいこのレイバックなんですけれども、一つまあ、ね、これを書くとコメント欄がちょっと荒れがちだったりとかもするんですけれども、一つやっぱり言えてるのは燃費がやっぱりスバルってすごいなと思うんですけど、だいたいリッター14ぐらいしか走らないので、まあその高い安全性能と高い走行性能によって、まああとまあねフルタイムの四駆っていうのもあって、この燃費っていうところはですね、まあ競合他社の車の中でもまあハイブリッドとかもありますからね、このコンパクト、まあミドルクラス、コンパクトとミドルの間ぐらいの SUV でいうとですね、決して燃費がいい方ではないというところは、まあ、ちょっとユーザーさんは悩む部分かもしれないです、うん、で、まあ、どこを商品的な魅力として買っていくかということだと思うんですけれども、やっぱりね今日、カイアルプスのマネージャーの方もおっしゃってたんですけれども、やっぱり長野県とかになってくるとスバルがすごく多いですと、なぜならばやっぱり信頼性が高いからっていうお話をされていて、まあ、そういうことだと思うんですよね。だから、まあ、日頃のその燃費のまあめちゃめちゃ優れているというわけではない。で、それを例えば普段は自分の右足で、まあ燃費ドライブをしていく、エコドライブをしていくっていうのも一つその車との付き合い方だと思うし、まあ、ちょっとそれが高いなと思われるような方であれば、まあ、他の選択肢もあるのかなという感じがしますので、その辺はですね、ちょっと考えていただけるといいかなと、まあ、ただ単に手放しでめちゃくちゃいい車っていうところだけではないよという感じもしますね。うん。で、まあ、実際今私がどれぐらいの燃費で走ってるかというと、はい、今高速道路、まあ、でも山道をめちゃくちゃ走って、今高速道路にパッと乗っただけなのにもかかわらず 13.2 は出てるので、高速道路を中心に乗っていくともう少し燃費が伸びていくということは、まあ、容易に考えられるので、中にはそんなに燃費悪くないですよっていう方はやっぱりお上手なんですよね。右足のコントロールが上手だと思うので、まあ、その辺はちょっとドライバーさん自身が自分の足で燃費を稼げるところでもあるので、エコドライブも気をつけていただけたらなとも思います。はい、というわけで今日はこちらスバルのレボーグレイバック一般道試乗をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。私もですね佐渡というですねすごくスペシャルなステージで乗って以来の、まあね、自分の使用域に近いところで乗らせていただいたという感じだったんですけれども、やはりですねそもそもの走行性能が非常に高いですので、まあ、そのアイサイト X が作動したとてですねその運転が破綻することなく安心してステアリングを握ることができたなというのが印象でした。皆さんもぜひタイミングが合えば試乗してみてください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井裕樹でした。バイバイ。